これまでの7年間あっという間で、いつの間にか大人になってたっていうのが嘘のない気持ちです。乃木坂46って温かくて、見守ってもらえて、ずっといつでもこういたいと思えるっていうか、きっとまだまだ時間もあるし、いやでも時間はないのかも。え、矛盾してる？いや迷ってるからなのかな。でもやっぱり思い出もいっぱい詰まってますし、アイドルとして8割は全力でやりきったっていう思いと、2割はなんだろう、ちょっと悔いじゃないですけど、なんだろう、でもなんかこんな時だから感傷的になってるのか。そんな思いを歌に乗せてパフォーマンスしてみます。なぜだろう、子供の頃から冷たい水の中に自分の手のひらそうゆっくりと沈めるのが好きだった。指先に脈打つ血潮を耳を澄まして聞いていた。そしてこれ以上耐えられなくなって凍える手を一気に引き上げる。生きてるという証し、そうと感じたから。
私森美穂は乃木坂46を卒業します。もっともっと冷たい水の中へ。くじけそうな気持ちをもう一度奮い起こして、歩き出したい。新しい自分のために、さあ未来へ目を覚まそう。これまでの7年間あっという間で、なんかいつの間にか大人になってたっていうのが嘘のない気持ちです。